太陽神対麦わらの一味。皆さんワンピース大戦129は見ましたでしょうか。大戦129話を一言で言うとすれば太陽神対麦わらの一味でしょうか。衝撃の展開で X のトレンドにもワンピースが乗るほどエグい展開でした。ということで今回はワンピース最新1129話について徹底考察したいと思います。なおワンピース大戦129話までのネタバレを含みますのでご注意ください。それではどうぞ。第1129話のタイトルはイグドール。前回第1128話ではだんだんナミたちが連れ去られてきた謎の空間の正体が分かってきて、その空間の主と思われる太陽神が登場。そのペットの巨大な蛇をルフィたちが瞬殺したところから第1129話はスタート。ルフィたちがヒルムンガルドたち巨大動物を倒した騒ぎを聞きつけ、やってきた太陽神は家を荒らし、しもべたちをやっつけた犯人を追うべくブロックの王国内部へ侵入。一方ナミは巨人の家の中で見つけた地図をもとに外に出られる外壁の位置に見当をつけ、そこを破壊し逃走する経路を問います。ただ相手は巨人族。あっという間に距離を詰められ、鉄製の虫捕り網によりルフィたちは捕まってしまうんですが、さすがというべきかゾロとサンジがあっという間に網を破壊。ルフィたちは太陽神から逃げながら出口を探すも、サンジとゾロに食われて骨だけになってしまった耳神を見た。太陽神は歴史が作られていくと変な感動を抱きながらルフィたちに襲いかかります。そして今回なぜルフィたちが突然瞬間移動したのか、その顛末が語られます。なんと太陽神の正体は新挙兵海賊団の航海士として情報があったロード。世界一強いエルマフの戦士がチビ人間の子分、プライドはないのか。ロードはハエルディン参加ではありつつも麦わら大戦団の一員に加わるのが不服。そしてその理由は誇り高きエレバフの戦士である自分がはるかに小さい人間であるルフィの下につくことに嫌悪感を抱いていたんです。このことからワンピース世界の他の差別と同じく巨人族が他の小さい種族を見下す差別が存在しているのがわかります。そんな中ロードの飼っている巨大カラスムギンがミンギリ地帯に突入した。サウザンドサニー号を発見しルフィたちをさらってきていたんです。これを麦わら大戦団の杯を取り消しにするチャンスだと考え、ロードはですね行動に出たというのがここの顛末です。ルフィをルフィタソ、ゾロをゾロタソと呼ぶなど、ロードは完全にオタク口調ですよね。ちょっと憎みきれないようなキャラ付けなので、おそらくロードはどこかで敵側から仲間に切り替わるタイミングがありそうなんですけど、現状のロードはルフィたちの誘拐犯。事情を知り怒りに燃えるナミとゼウスが雷霆でロードに強烈な雷を浴びせ、ロードのダメージへの程は不明ですが、そこから間を置かずにルフィがギアフォースを使って壁を破壊し、その先に広がる世界にルフィたちが目を輝かせるところで第1129話は終了。次回よりいよいよ本当にエルバフの冒険がスタートするんです。謎の巨人族の正体も分かり、いよいよ本格的にエルバフの冒険がスタートする第1129話以降の展開と考察ですが、1つ目に新挙兵海賊団の内情、2つ目にルフィの進化の兆し、3つ目に次回から本格的にエルバフ変化。太陽神の正体についてはロキ王子の可能性について考えましたが、まさかの新挙兵海賊団の航海士ロード。エルバフでは間違いなくハヤルディンたち新挙兵海賊団は全員登場すると思ってましたが、いきなりですね敵対勢力として相まみえることになりましたよね。そもそも現在の新挙兵海賊団の目的が少し謎ですよね。船長のハヤルディン、船大工のスタンセン、航海士のロード、コックのゴールドバーグ、そして船医のゲルズという巨人族の若者5人で結成された新挙兵海賊団は、挙兵海賊団の復活こそが目的でしたよね。そして全ての巨人族を束ねてハエルディンが王となり、新たな挙兵海賊団となるのが最終的な目標でしたよね。でも皆さんご存知の通り、挙兵海賊団はすでに復活してて、ドリとブロギーが依然船長として君臨し、ハエルディンたちが入り込む隙はなさそうなんですよね。またドレスローザでハエルディンが麦わら大戦団入りとですね古文杯をした時に不在で、他の4人の意思はいまいち分かってませんでした。つまり今の新挙兵海賊団は本来の目的も叶えられずに、それぞれのクルーの目的も不明だし、現状どんな状況下に置かれてるかも不明なんですよね。意外とわからないことだらけなんです。分かってることだけは、オハルの書物を回収したのが彼ら新挙兵海賊団であることと、船長のハエルディンがルフィの実質上の子分で、スタンセンはレイリーと麦わらの一味に恩義を感じているというこの3点ですと考えると、麦わら大戦団で唯一新挙兵のメンバーだけ絡みがなかったことも伏線になってて、ハエルディンとスタンセンを除く3人がルフィの傘下に入ることに否定的であるというのは、結構長いスパンでの伏線回収ともな
となり、ルフィたちの親分クルーの長としての資質が問われる状況としてはこの上なく重要なポイントです。またロードはですね、人間に対する嫌な感情があることは分かってたんですが、他の2人もこの後ですね、エルバフでルフィたちを大頭としてふさわしい人物かですね、根踏みしてくる可能性が高いです。何せハイルディンやスタンセンのように麦わらの一味に助けられたわけでもなく、人となりや実力を直接見たわけでもないわけですから。ただ新居兵海賊団はあくまで小規模の海賊団、エルバフ編の大鳥を務めるにふさわしい相手とは言えないので、この後控えるエルバフの大きな戦いの前哨戦として新居兵海賊団とのいざこざがまずあって、そこで打ち解けた後にエルバフ最大の決戦に向けて話が進んでいくという展開の方がしっくりきます。ちなみにこのブロックの王国ですでにルフィの進化が始まっているのは皆さん気づいてますよね。穴開けるぞ、ちょっとギアフォースゴムゴムのコングガン。なんとルフィは特定の部位だけギアフォースに変化させる体術を体得。実はこの技ブロックの王国については第1127の時点であって、この時もルフィはさりげなくギアフォースの腕を使ってます。この時ですね、誤植か新技か判断つかなかったので触れませんが、 SNS ではギアサードの間違いだろうという意見が多かった。ただ今回ちょっとギアフォースというですね、ちゃんとした技術であることが分かったことで、確実にルフィは次の段階に進みつつあることが分かります。主な強化としては、1つ目にギアフォースをほぼ自由自在に使えるようになったこと、2つ目にギアフィフスを短時間ならリスク踏み倒しで使えることの2点。そもそもギアフォースはフィフスが出るまではですね、最強の変身形態であると同時に小回りでも効かずリスクが高い最終手段でした。ギアフォースの主なリスクはですね、莫大な量の覇気を使用しつつ体への負担が大きすぎるため長続きしない、変身が解けた後覇気を10分間使用できなくなる、相手がギアフォース状態と同等以上の覇気や攻撃力の場合、武装色のままゴム体質を維持する効果は関係なくダメージを受けることになる。さらに今まであまり意識しなかったことですが、今回の描写からの逆算で全身に武装色をまとう必要があり小回りが効かないというのも明確な弱点だったと思います。ただギアフォースはギアサードの前身版なので、部分的に使用するとギアサードではという疑問もあると思いますが、そもそもの仕組みが違ってて、ギアサードはですね、骨を膨らます骨風船、ギアフォースは筋肉を膨らます筋肉風船というですね、根本的な話があって、リスクもギアサードは反動で数分間骨が縮んで小さくなってしまう、ギアフォースは反動で10分間覇気が使えなくなるという感じです。ただギアサードに関しては明言こそされてないんですが、デイリーとの2年間の特訓で小さくなる弱点は克服しているとものと思われ、反動は2年後一度も発生してません。ルフィのリスクが少ない便利強化技枠としてギアセカンド、ギアサードと来ていたので、次はギアフォースの番だったということです。またギアフォースを全身変化ではなく部位変化に留められることの利点はリスクの減少だけではなくて、ある効果も生み出します。それこそが覇気のコントロールです。ただしこの覇王色はコントロールできても鍛え上げることはできない。覇王色もまとえるんだろう。皆さんご存知の通り、覇気とは意志の力、覇王色、武装色、剣舞色、それぞれに特色があって、覇王色は生まれ持って備わり本人の成長のみで強くなるものであったり、武装色はまとうことができ、その練度や技術によって刀や銃弾に付与させ物質を強化するといった風にそれぞれに適した運用方法があるんです。でもその一方で覇王色も武装色のようにまとわせたり、覇王色でなくても竜王のように相手を内部から破壊、つまり外に放出することで効果を及ぼすことが可能であったりと、3つの覇気はコントロールの技術によって無限の拡張性をそれぞれ持ってるんです。そしてルフィのギアフォースは武装色をゴムの筋肉にまとった形態で、これを部分的に扱えるようになったということは、ルフィの覇気の技術が激戦を得て1段階上がったということ。覇気の究極進化系としてはエッグヘッド編でジョイボーイが見せた覇王色の覇気を結んで800年後に発動させるという超異次元な高等テクニックがあったりしましたが、これは明らかに不死身であるゴロウ星やイム様にも通用するものでした。つまりルフィの覇気の進化は将来的にイム様やゴロウ星に届きうる状態になりつつあることの表れなんです。名言こそされていないものの、ブロックの王国の壁をぶち破ってルフィが見つめる先にはエルバフがあるものと思われますが、外がエルバフであれウソップが恋のっていることは逆エルバフについていないフラグ、要するに晴れてエルバフとはいかない可能性も結構あります。かといってすでにかなり読者の皆さんもエルバフ編のお預けを食らっている状況、そろそろ巨人族の総本山を見たいと思っている方も大勢いるでしょう。そこで今回は2パターン、フラグ的にエルバフではないパターン、読者の希望通りエルバフのパターンに分けて考えます。まずはですね、フラグ的にエルバフではないパターン、これはロードたち新挙兵海賊団の立場やデータ周り次第では十分あります。挙兵海賊団は新挙兵海賊団と現状つながりが見えませんし、扉絵連載押しがけ麦わら大船団物語で登場した新挙兵海賊団のシーンを見ても、ボリューム28船長ハイルディン、ボリューム29船大工のスタンセン、ボリューム30航海士ロード、ボリューム31コックのゴールドバーグ、ボリューム32の船員イーゲルスというですね、一人写真しかないような徹底ぶりで、ここまで新挙兵海賊団と挙兵海賊団のつながりが描かれています。
かれていない。逆に不仲であったり対立していたりといった可能性を想像しますよね。対立してるならば新居兵海賊団の本拠地はたとえエルバフであっても僻地、離れ小島のような辺境である方が自然でしょうし、ロードが変な箱庭遊びをやっていて咎められない理由もそのあたりかも。ただし、おい、これは麦わらの一味、今挙兵海賊団が迎えに行ってたはず。このロードのセリフを考えると、新挙兵海賊団は挙兵海賊団の動向を把握し、コンタクトは少なくとも取っているはずで、ロードがいるのがエルバフではないとすると少しおかしいことになります。ただ先ほど話した通り、サウロと共にオハラの書物を引き上げたのは新挙兵海賊団なので、エルバフの中心地にいるとは考えにくいです。こんな感じで新挙兵海賊団がいる場所はエルバフの外、あるいは離れ小島のような場所であることも全然あります。次に読者の希望通りエルバフのパターンですが、この場合ですね、新挙兵海賊団と挙兵海賊団の友好関係があるはずですが、そうすると新挙兵海賊団がエッグヘッドに来ていないのが気になります。挙兵海賊団の復活を願っていた新挙兵海賊団ですし、ハイルディンなら親分のルフィをぜひとも助けに行きたいはず。そうしていないということは何かしらの事情があるということ。ただし先ほどのロードのセリフ的には、挙兵海賊団に近いところにハイルディンたちの本拠地があるか、あるいは挙兵海賊団の動向を探る手段があると考えて良さそう。またエルバフの中央にいるなら、ハイルディンたちとオハラの書物回収をしたと思われるサウロが隠れ住んでいるというのとですね、若干矛盾が出ることになります。以上の点から考えて、ロードがいるのはエルバフはエルバフでもビッグマムたちが住んでいた辺境か離れ小島のような場所の可能性が高いでしょう。そもそもエルバフがどんな島なのか不明で、北欧神話とのつながりから見ても9つの世界と同じようにいくつかの島あるいは地域で分断されている線が濃厚です。ということはやっぱりルフィたちが初めて見るエルバフの景色は辺境から始まり、中央にある巨大な木の上を目指すというのが新たな冒険の始まりとしてはワクワクする展開ですよね。という感じで考察してきたんですけども、皆さんはどう思いますでしょうか。ぜひともコメント欄に記載してもらえればなと思います。